話には聞いていたが、トイレがこれほど堅牢とは。ただ、二教師、しかも賊などに敗れはせぬ。インカム教は、よく来てくださいました。私は指揮官、エトワール様の部下です。我が家は今、正門の突破に手こずっております。どうか、力をお貸しください。俺が中から正門を開ければよいのだろう。まさかこっちから来るなんて、はい、お頭に伝えなければ。ここをうまく落とせば王帝ギスカールの真を得て動きやすくなろう。強すぎる、かなうわけがねえ。変な仮面をかぶってる野郎だ。敵が入り込んだぞ。砦内の守りを固めろ。味方本体の工場櫓が動くようです。工場櫓が壁から侵入する気か。門は破れぬと判断したようだが遅いな。そんなものでこの砦は破れんわ。投石の用意はできてるぞ。始めろ。敵の目くろみをぶっ壊してやれ。ああ、工場櫓が敵の投石で壊された模様です。当然の結果だ。もっと早く使うべきだった。しかしこの砦が堅牢なのも確かに。敵はもう打つ手がねえようだな。よし、囲んでぶっ潰してやれ。ようやく正門が突破できたぞ。本体の中に入れよう。銀河免許ありがとうございます。誠の本体を投入し内部の敵を掃討しましょう。何、正門を突破されたのと。惜しいが、逃げるしかねえか。インカメ教、残酷な大量に立ちはだかり、思うように進めません。ことの正義を示す。つまらない野郎を引き継ぐ。群がる奴らを排除し、頭目を撃つぞ。救援感謝するぞ。おかげで壊滅を免れた。行く手が塞がれています。兵を率いて突撃すれば破壊できるのでは。時は来た。王者の
道を開くのだろう。さすがですね、銀河免許。進軍を続けましょう。お頭がやられた。逃げろ。火なんかつけてる暇はねえぞ。よし、ここはこれよりサンマヌエル城とする。陛下が直々につけてくださったお名前だ。サンマヌエルとはルシタニアの歴史上、貴族として初めてイアルダボート卿に改宗した人物。古きパルスの砦を奪い、そのような名をつけようとはな。まあいい、万人どもがおごっていられるのも今のうちだ。貴様らはいずれ俺の手によって今日の罪業を償うことになるのだから。